ということで、今時刻はね、19時30分、夜の7時半ですね。本栖湖のね、湖畔にね、夕焼けを見に行ってきまして、うん。そんで、戻ってきたらもう、ほぼ真っ暗っていうね、夜の帳にもう溶け込んでしまっているというここのキャンプ地なんですけども、うん。あのね、本栖湖のね、夕焼け綺麗だった。本栖湖の湖畔に乾杯。次はね、ちょっと箸休めにね、これエリンギさんをね、焼かしてもらおうかなと思います。お腹の方はまだ満たされていないのでね、満たされていないんかい。うわ、本当にいいわ、この静けさ最高だな。5本になったもんね。うわ、これ見てよ。うまそう。はい、エリンギー、うまそう。最近マヨネーズの売れ行きが出てるそうです。以上。じゃあね、エリンギーのね、マヨネーズ添えいただきます。これはやばいね。マジかよ。それではですね、次にちょっとね、変わり種のね、ものを作りたいと思います。といっても全然変わってないんですけどね、使う食材はこちら、ゴーヤ。それにこの豚肉とね、お豆腐をね、加えて簡単なゴーヤチャンプルーを作ってみたいと思います。ゴーだんだん雑というか大胆というかになってきました、ね、そもそもゴーヤチャンプルーってどうやって味付けするんだ。これそのレベルかよ。豆乳、これ本当にね、本当に苦いと思うんだ。そうだ、ゴーヤチャンプルって卵あったっけじゃん。卵なんてねえぞ。どうしよう、他に味付け方法がないぞ。わかった。すげえわかった。ゴーヤチャンプルじゃねえ、これは。ゴーヤ、麻婆豆腐にすりゃいいんだよ。ゴーヤ麻婆豆腐を作ります。ゴーヤ、この、麻婆豆腐の素、この間の余りがあります。はい、麻婆ゴーヤー豆腐の完成です。これうまそう。こう見て、こうこんな感じですね。はい、それではね、ゴーヤー麻婆豆腐完成したのでね、食べていきましょう。こう見えるかな、これゴーヤとね、豚肉とね、お豆腐がね、混然一体となった感じですね。じゃあ食べます。おおお、なるほどね。これね、うまいね。うまいけど苦い、それがね、好きだね。うまい。やばい、これ全部食べちゃうとね、鍋全部食べるとね、メインディッシュのね、胃袋がなくなるから、これで最後にします。ごめん、もう一口。うまいわ。ゴーヤ1個入るだけでこんな違うんだね。残りはね、明日の朝いただきます。何がすごいって、この私めがビールを飲むのを忘れて麻婆豆腐を頬張るっていうね。
うん、本当に忘れた。うまいわこれ。さて、今宵のメインディッシュでございます。そんなに大それていうことでもないんだけども、でも大それて言いましょうか。では今宵のメインディッシュの紹介です。こちら、じゃかじゃん、タスマニアビーフ。まあタスマニアなのでオーストラリアですね。それのビーフですね。これがですね、サーロイン、サーロインですね、のステーキ用ということでね。あ、今値段出たかな。もう一回、タスマニアビーフということで、もうええよ。これをね、焼いていきたいと思います。これを横沢鉄板で焼いて、もうそのまま横沢鉄板ごとじゃない。横沢鉄板切れない。横沢鉄板の乗った状態でもうぶっちぎって食べていくというね。そういった感じでね、この米沢牛、タスマニア牛をね、いただいていきたいと思います。よし。ではね、いきます。タスマニア牛、サーロイン。このままいただきますって違う。あ、すごい涼しい風が来た。ジューって言うかな。もちろんマザーソルト。よし、ちょっとひっくり返しますよ。わお、わお、ビーフ、わお。ビーフがわお。うわ、うまそうだね。こいつはやばいでしょ。でね、今回はね、これステーキソース、これをね、ドバッとかけてそのまんまいただくというね。たっぷりかけます。いきます。これが俺の生き様だ。よし、それではステーキ、アンガス牛じゃなくてそのオーストラリアのお肉いただきます。横沢鉄板から食べる幸せつうか、横沢鉄板が落ちそうなんだけど。いただきます。いやー、やっぱね、単純にうまいんだけど、これね、絶対にね、横沢鉄板だよ。すんごいふんわり焼き上げてくれる。うわ、うまいわこれ。あんだけその前にいろんな肉を食べてさ、エリンギとか食べてさ、ゴーヤまで食べてさ、そんなのにね、バクバク入るんだよ。ご飯なくてよかったわ。2号いった可能性あったわ、もうこの1枚で。いやー、うまかった。とりあえずここで一旦中締めということで、ごちそうさまでした。
はい、どうもおはようございます、春です。昨日はね12時ぐらいまで0時ぐらいまでね、酔いたわけてましてね、でまあ寝て、今の時刻は8時20分、7時に起きまして、で残りの焚き木を燃やしながら、朝食の準備をしているところです。とてもいい天気でね、今の気温は27度ですね。今から朝ごはんを食べて、でまあちょっと一服したら撤収ですな。とにかくね、夜が静かでね、本当にね心地いい夜を過ごしました。このキャンプ場いいな。ということでご飯を食べます。さて、最後のね、朝食、最後の朝食、最後の食事ですね、このキャンプ。でちょっとね、テントから離れてね、景色のいいところで食べたいと思います。じゃあ、ご飯。うまいね。二日酔いに効くぜ。ゴーヤー、麻婆、ナス。うわ、この苦さもまた二日酔いに合うね。この景色もね、相まってね、最高の朝食ですな。はい、そういうことで、今の時間は12時ちょっと回ったところですね。撤収作業が全て終わりまして、今から帰りたいと思います。実質いたのが28時間いたんですけども、本当にあっという間の28時間でしたね。ぜひね、またね来たいと思います。ここはねすごくいいところ、落ち着けましたね。はい、そういうわけで今から帰ります。つば九郎スタジオの春でした。